ポー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 、ラガチャニアファン、アイリーライフファン、パパビーファンの皆さん、こんにちは。ポーポーポー、パパビー人形です。はい、どうも皆さん、こんにちは。ちょっと俺、パパビー人形から告知があるんですけども、8月7日の、17時から18時まで、パパビーの、サイン会をラガチャイナの方で企画してもらっています。ぜひ、その日来てください。で、司会はなんとマイティクラウンからサミティで、突然何が起こるか分かんないけど、ターンテーブルもあるかもしれないということで、何が始まるんでしょうか。まあ、それで、CD をラガチャイでも、パパビーの20周年記念の CD を発売するんですけども、もしその場で買ってくれた人には俺のサインと、それとあとストライブでね、俺はずっと連載している男のロマンっていう記事があるんですけども、それの表紙をストライブのものを作っていただきましてですね、20周年記念ということで、かっこいい雑誌に出来上がってるんですけども、それも非売品なんで、ぜひその時は CD を買って俺のサインとストライブの表紙をゲットしてください。それでもし、その場で買えなかった人は、例えば他のお店でレコード屋さんで俺の CD とかを買ってくれた人は、ラガチャイにて、その日限り俺のサインを、その場で書いてしまうっていう、そういうなかなかね、いい至れり尽くせりな企画を比較してもらってます。アイリーライフリスペクトというわけで、もう一つの告知ですよ。これは忘れちゃいけませんよ。俺 の今かぶっている帽子ですね。帽子がなんとニューエラアイリーライフパパビーの方でコラボレーションしましてですね、10月に発売ということで、それの先行予約もなんと8月7日のサイン会の日に受けたまわっております。そしてね、これ俺個人的にはこれが気に入ってるんですけど、パパビー人形キーホルダー、いいですね、単色加減が。あと親父がカンゴールかぶってネクタイをしないというね、なかなかないデザインなんでね、これは特に個人的には気に入っています。これもぜひ発売するんで、ゲットしてしてください。というわけで、パパビーから、そしてアイリーライフからの告知でした。8月7日5時から6時、マジチェック。